絹あかりの畑絹あかりの畑絹あかりは日本の小麦の品種。愛知県における省令品種である。愛知県における小麦は農林61号の作付けが多く、2012年には作付け面積の50%以上が農林61号だった。2000年には愛知県農業総合試験場が愛知県の栽培環境に適合する新品種の開発を開始。 二千十年には、絹分かりが愛知県の省令品種に指定され、二千十一年に絹分かりが品種登録された。二千十二年から愛知県で本格的な生産が開始され、二千十三年には愛知県の小麦作付け面積の九パーセントが絹分かりだった。二千十七年の愛知県の小麦生産量は全国第四位であり、十アールあたりの単位収量では、 北海道に次いで第2位だった。2018年時点では愛知県の小麦作付け面積の80%以上を絹明かりが占めている。2018年には愛知県の小麦の1 0ルあたり収量が4 2 3キロとなり群馬県や北海道などを上回って全国第1位となった。2018年にはコンビニ大手のセブンイレブンが 愛知県産絹あかりを100%用いたしめんの販売を開始した。2018年3月には四季島製パンが名古屋に使用する小麦を国産100%に切り替え、55%に絹あかりを採用した。絹あかりの小麦粉、絹のように美しい明るさを持つうどんができる小麦が名称の由来である。従来品種の1.7倍という収量の多さが、 特徴であり、愛知県において、従来品種から、絹明かりへの転換が進んだ2014年には、10R あたり、終量が北海道に次ぐ、第2位に躍り出た。従来品種より、背が低いことから風雨で倒れにくく、従来品種より、湿気にも強いとされる。岸士麺やうどんに、絹明かりを用いると、コシのあるもっちりとした食感が得られる。愛知県菓子工業組合は、 もっちりとした食感を生かせるとして、和洋菓子の原材料としての導入にも取り組んでいる。愛知県における小麦の生産の中心は、西三河地方であり、西尾市、安城市、豊田市、岡崎市などで生産量が多い。三河地方は、古くから小麦の産地であり、うどん食が盛んな地域である。2018年の愛知県における小麦の 市町村別生産量が最も多かったのは西尾市であり、西尾市の作付け面積は約1200ヘクータール、生産量は5820トンだった。愛知県において小麦は水筒の裏作として栽培されることが多い。2019年時点で愛知県の作付け面積は約5500ヘクタールであり、全収穫量は第5位の2.3万トンだった。 ありがとうございます。